with と by。 はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日も3000語マスターをコツコツやっていきましょうね。はい、ではメニュー見ますね。まず文法と意味を例文の中で理解しますね。そしてイメージをして、最後音読練習10回ずつですね。はい、ではこの左側のこの日本語の中に日常会話で使う3000語の一部を散りばめてありますので、今日は一緒にこれを英語にしていきましょうね。はい、ではいきます。 No.1、 あなたと一緒に行きたい。止めていただいて言ってみましょう。はい、では主語は I ですね。はい、何々したいは want to do を使いますね。I want to。 はい、次にここに動詞が来ます。行きたいだから go ですね。 I want to go。 私は行きたい。誰と？あなたと。はい、 with を使います。 with you。 はい、解説しますね。はい、主語が I、 動詞が want。 はい、 to go はこれ目的物ですね。はい、行くことを欲しがるだから行きたいになるんですね。はい、want to 動詞で何なんしたいとね、覚えてももちろんいいんですが、一応紐解くと行くことを欲しがるから行きたいという SVO 文型になります。はい、この to go、 to 不定詞ですね。動詞に to を つけてこの to 不定詞の形にすると何々することっていう名詞になれるんですよね。 go のままだったら動詞だからここに持ってこれない。でも行くことってしたいときにこの to go にすると名詞になれるんですね。だから目的語に持ってこれるということです。はい、そして今日のポイント with。 はい、これは同伴イメージですね。同伴です。伴ってるわけ、あなたと一緒に、あなたを連れてということになりますね。 OK、 No.2、 庭付きのアパートを探しています。止めていただいて言ってみましょう。はい、主語は自分ですね。 I ですね。そして動詞は探している。探すは look for を使いますね。そして今探しているので進行形にしますね。 I'm lookingFor。 はい、この後に探している対象物です。何を探しているの？庭じゃないですよね。アパートですよね。なのでアパートメントが先ですよ。 For an apartment。 はい、そしてこのアパートメントの飾りとして庭付きなんですよね。庭が同伴している with the garden ですね。はい、解説します。はい、主語は I ですね。はい、B 動詞 looking で、これ進行形ですね。ここが動詞になります。はい、B 動詞と動詞の ing ですね。そしてまあ動詞としては B 動詞ということになりますね。 SV 文型です。私は探してるよ、見てるよということですが、 for というのはで、こちら側にチッ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 と意識を向けてということなので、こちらの方向に意識を向けて、だからアパートメントに意識を向けて見てるから探してるになるわけですね。はい、アパートメント、はい、これがこのね、look for の対象物なわけですね。はい、アパートメントというのは、集合住宅ですね。はい、日本語では、まあ、木造アパートメントと、アパートと言って、まあ、鉄筋造りの、集合住宅をマンションと言ったりしますが、英語でマンションって言うと、一軒家の豪邸なので、一軒家の豪邸なので使い方が違うからですね。まあ、集合住宅は全てアパートメントというふうになりますね。一軒家じゃなければですね。はい、ということになります。 So I'm looking for an apartment with a garden。 はい、この with ですね。はい、同伴イメージですね。ガーデンを伴ったガーデン付きのということになるわけですね。はい、ということで with は同伴ですね。 OK、 No.3、 この鍵で箱を開けられるよ。止めていただいて言ってみましょう。はい、では主語は、これは人に対してアドバイスですよね。じゃあ、あなた開けられるよっていうことにしましょうかね。はい、 You can、何ができますよは can を使いますね。 you can、 何ができるの、開けるですね。 open。 はい、何を open、 箱ですよね。 open the box。 はい、 you can open the box、 あなたはできますよ、オープンすることできますよ、その箱を。はい、その後にこの鍵で、この鍵を同伴して、この鍵を伴って、この鍵で with this key。はい、となります。はい、解説します。主語が you、 動詞が open、 the box が目的物ですね。 SVO 文型になります。はい、で can というのは助動詞ですね。助動詞っていうのは動詞を助けると書きますので、右側の動詞を助ける、必ず動詞の前にセットします。
右側に来る動詞は必ず原型、元の形、変化してない、S とかつかないってことですね。はい、You can open the box。 あなたできますよ、オープンできますよ、その箱を。はい、With this key。 はい、これはまあ、手段を表せるわけですよね。この鍵で、この鍵を伴って、この鍵を使って、結局同伴イメージなんですよね。この鍵を伴って、この鍵でっていうことになるわけですね。はい、ということです。 OK、 Number 4、 ドアのそばに立っている少女は誰。はい、止めていただいて言ってみましょう。 OK、 では今度は質問ですよね。英語の質問は相手にイエスノーを尋ねるものか、 What とか Who とか中身を聞くものか分けますよね。どっちですか。誰が聞きたいから、これはイエスノーではありませんよね。はい、じゃあ誰を聞きたいから、誰を頭に持ってくる、 Who ですね。はい、誰ですか。ドアのそばに立ってる少女ですね。はい、 Who is the girl。 まずこれを完成させます。はい、誰ですか、その少女。これ完成しますね。そしてその the girl の説明を持ってきます。ドアのそばに立っているですね。はい、 standing。 あ、そうです、立ってるんですね。はい、 standing。はい、ここまでで、誰ですかその少女、立っているその少女っていう風に girl にかけれるわけですね。そしてその後にロケーションです。ドアのそばに、 by the door。 はい、解説します。はい、聞きたいことは who ですね、誰だから。これを答えさせたいのは頭に持ってきますよ。はい、 who is the girl。 はい、誰ですかと。はい、 SVC ですね。はい、誰、保護の部分を聞きたいわけですね。その少女は誰ですかということですね。はい、B 動詞の質問は B 動詞を前に出しますので、is が先に来ますね。はい、そしてこの the girl に後ろから動作で飾っています。はい、ここ ing ですよね。これ、まあ、現在分詞っていうものなんですが、 ing ってさっきみたいにこの進行形、時間軸ですよね。動作の時間軸、動詞の時間が今だったら進行形ということで B 動詞と ing でも使うんですけど、こうやって後ろから名詞を飾る形容詞としての役割なんですよね。はい、 stand って立つっていう動詞ですよね。このまま動詞としては可形容詞はなれないんですよね、動詞だから。だから後ろから立っている少女って言いたいんですよ。立っている少女ね、立っているっていう形容詞は一語でないんですよね。ないから動作を形容詞に変えるときにこの後ろから ing で飾るって決まってるわけですね。はい、結局でも ing のイメージは何ですか。 ing はいつも躍動感です、躍動感。だからどの時もそうです、進行形として動詞の時間でいう時も躍動感を表してるから今なんですよね。後ろから名詞を飾る時も立っている少女って躍動感ですよね。はい、なので後ろからこうやって、動作で前の名詞を飾れるわけですね。はい、そして場所は最後ですね、 by the door。 はい、バイっていうのは基本ですね、そばって意味です。そばそばなんですよね。これが基本のイメージですね。ドアのそばに立っているということになりますね。 Number 5、 あなたに木曜までにその仕事を終えてほしい。はい、止めていただいて言ってみましょう。主語は終えてほしいのは私なんで I ですね。 I want you。はい、何してほしいの、あなたに。 To 終えてほしいんですね。 To finish。 何をフィニッシュしてほしいの、その仕事ですね。 Finish the work。 はい、いつまでに、木曜までに、 By Thursday。 はい、解説します。主語は I ですね。はい、want が動詞です。you が目的語ですね。はい、私はあなたが欲しいんですけど、はい。で、これあなたに何々してほしいっていう時って、この to 動詞の前に人を入れると、あなたに何々してほしいになるっていうことなんですね。この you がなかったら、I want to finish は私がしたいなんですよね。上と一緒、I want to go、私は行きたいですよね。I want to finish なら私が終えたいになるんだけど、ここはあなたに終えてほしいだから、 to 動詞の前に you を入れるとあなたにしてほしいなんですね。私はあなたにフィニッシュしてほしいよっていうことなんですよね。はい、でこれ文系なんか今日今思いながら、文系これ何なんだって私もはって思ったぐらいなんですけど、あんま意識してないんですね。
はい、でも文系的には SBOC ですね。なぜかっていうと O イコール C だからです。あなたが終えるから、あなたが終えるから文系的には SBOC ですけど、まあそんな細かいことあまり考えなくて大丈夫。もうこれ I want to do で覚えた方が早いです、はっきり言ってね。で、文系の理解って確かに大切なんですよ。骨格を整えるのに大切なんですが、まあ覚えた方が早いのも多いので、はい、そういうのはもうつべこべ考えずに覚えましょう。このままね、私はあなたにフィニッシュしてほしいその仕事をってことですね。この The work はフィニッシュのまた目的語になっていますよね。その仕事を終えてほしいわけですね。はい、で By Thursday、 はい、By はそばでしたよね。時間的にもそばなんですよ結局。だから木曜までに、木曜までにっていう期限になるわけ、okay？ 期限、締め切りですね。木曜までに、木曜のそばだからですね。はい、ということになります。 No.6、 このビルはイタリア人デザイナーに設計された。はい、止めていただいて言ってみましょう。はい、主語はこれは受け身ですね。 This building、 このビルが主語。 This building、はい、受け身です。何々されたですね。設計された B 動詞と動詞の過去分詞を持ってきます。 This building was designed、 はい、設計するっていうのはデザインするってことだからね、デザインで大丈夫です。はい、 B 動詞と動詞の過去分詞で何々されるってことですね。ここは過去だから B 動詞 was を使っています。 is の過去形ですね。 This building was designed、 はい、誰によって、By an Italian designer。 はい、ということになりますね。はい、主語が This building ですね。で、Was designed ということになりますね。ここは V ですね。で、受け身はですね、もう文型あまり考える必要ないです。あんま意味ないんで。結局主語がこうこうされるということで、もう動詞、 B 動詞と動詞の過去分詞を使うっていう風に知っておけばそれだけで OK です。もうこれしかないからですね結局。はい、ということですね。はい、このビルが主語 This building で Was designed されましたと、設計されましたということで OK です。 B 動詞と動詞の過去分詞をセットで使うよっていうことだけで大丈夫です。で、その後に By で、これでそれをする誰によってっていう、そのね、その動作をした人を持ってこれるわけですね。イタリアンデザイナーによってっていうことですね。はい、行為者ですね、これはね。行為者、難しい漢字ですね。はい、行為者ですね。この人によって、イタリア人のデザイナーによってデザインされましたっていうふうに言えるわけですね。この SB とか SBO とかっていうのは語文型っていうものなんですが、文章の語順を確かめるためにはとても大切なツールなんですね。ですが、あんまり突き詰めなくていいことも多いんです。はい、なのでまずはこの文の語順の理解のために使う程度で大丈夫です。大事なんだけど、そういう感じですね。そのまま口で覚えちゃった方が早いものもたくさんありますのでね。はい、ただこのなんでこの語順になるのかなっていう時に文系の理解があるとよくわかるということなんですよね。はい、では行きましょう。文法と意味を理解したらイメージをします。そして音読ですね。では行きます。10回ずつですね。 No.1、あなたと一緒に行きたい。 I want to go with you。 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 はい、じゃああとですね、ここの want to のところが実際お話しするときよく wanna ってなるんですよね。言わなきゃいけないわけじゃないんだけど、短くなって wanna ってよくなるので wanna でも読んでおきましょうね。 I wanna go with you。 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 Number 2、 庭付きのアパートを探しています。I'm looking for an apartment with a garden。 I'm looking for an apartment with a garden。 I'm looking for an apartment with a garden。
I'm looking for an apartment with a garden. 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 I'm looking for an apartment with a garden.I'm looking for an apartment with a garden. Number three. この鍵で箱を開けられるよ。You can open the box with this key. You can open the box with this key. You can open the box with this key. You can open the box with this key.You can open the box with this key. You 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 can open the box with this key.You can open the box with this key. Number four. ドアのそばに立っている少女は誰? Who is the girl standing by the door? Who is the girl standing by the door? Who is the girl standing by the door?Who is the girl standing by the door? Who 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 is the girl standing by the door?Who is the girl standing by the door? Who is the girl standing by the door? Number five. あなたに木曜までにその仕事を終えてほしい。I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday.I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday.I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday. I want you to finish the work by Thursday. Number six. このビルはイタリア人デザイナーに設計された。This building was designed by an Italian designer.This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer.This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer. This building was designed by an Italian designer.
This building was designed by an Italian designer. OK! はい、今日はね、6例文でしたけれども、この中の何か一つでもいいです。自分ごとで独り言にしてみてください。例えばあなたは今日 I'm looking for 何々ね、with 何々ね、何々を探している、何々月の何々を探しているっていうこの文章を覚えたい、この文章を使えるようになりたい、この表現を自分のものにしたいともし思うんだったら、自分のことで言ってみるわけです。このアパートメントのところを変えたり、 with a garden or with a garage 車庫に変えたりとかして、自分ごとで何か文章を作って声に出してみるわけです。つぶやきでいいんです。もう完璧を求めず、必ず自分ごとで何か出すと自分のものにそれにがなっていくんですよね。英会話学習はね、とにかく感情をこもってないと全く意味がないんで、なぜかわかりますか？だって言葉だから。感情のない言葉なんて何にも生きてないので何も伝わらないです。そして頭が真っ白になりますよね。必ず小さくてもいいので感情を込めましょう。感情を込めることからあなたの英会話を動き出しますよ。 OK, thank you for watching. So see you next time. Bye!